今日のイカした偉人は島津義弘。九州統一を目指していた島津家、彼らは少数精鋭として知られ、過去には300人対3000人の戦いで勝利を収めています。そんな九州で名を馳せていた義弘でしたが、彼は関ヶ原の戦いで悲惨な道を歩むこととなりました。というのも義弘はもともと家康サイドにつくつもりでした。しかし家康サイドの家臣からお前の席ねえからを食らってしまい、仕方なく三成サイドにつきます。結局三成は敗北し、義弘も追われる身となります。そこで義弘は捨て鎌という戦法を使います。これは部下を少しずつ捨て駒にして敵を足止めするというものです。多くの部下を犠牲にしましたが、義弘はなんとか逃げ切ることができました。皆さんももし敵に囲まれたら捨て鎌使ってみてください。ではまた。